デュアン・ユージーン・カイパーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州らしい軍らしい、出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ MLB ドラフトでは、高校時代から数えて、計7度指名され、その7度目の1972年1月の2時、ドラフト1巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。1974年9月9日の、デトロイト・タイガース戦で、 メジャーデビュー。翌1975年には途中から二類種のレギュラーとなり、1977年に自己最多となる169安打、50打点を挙げた。またこの年8月29日のシカゴホワイトソックス戦でスティーブストーンからメジャー生活で唯一の本類打を放っている。1976年と1979年には守備率1位を記録した。 1981年11月14日にエドウィットソンとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。1985年に引退を表明した。引退翌年の1986年よりジャイアンツ戦の解説を1992年まで務めた。翌1993年はこの年より創設された。 コロラドロッキーズの実況アナウンサーに転じたが、1994年より実況アナウンサーとしてジャイアンツへ戻り、現在に至る。現役時代もジャイアンツで同僚だった、解説のマイク・クルーコーと、通称、クラッククイップの名コンビとして親しまれている。ジャイアンツの選手が本塁打を放った時に発する、アウタヒアのフレーズがトレードマーク。 弟のグレン・カイパーも実況アナウンサーであり、同じベイエリアのオークランドアスレチックスを担当している。また、いとこに元メジャーリーガーのディック・ボスマンがいる。ありがとうございます。